どうやって作ったのかというと、 2.02 には2たす1000分の22と。はい、皆さんこんにちは、三曜日です。さて今日も算数の問題解いていきたいんですけれども、今日は2022年度予想問題ということになっております。計算問題です。2たす45たす2たす5分の1分の1分の1という計算問題になっております。これを小数で表しなさいという問題です。さてこれがなぜ2022年度の予想問題かというと、解いてみればわかる、解けた人のみ、あ、そういうことだったんだっていう問題になっておりますので、ぜひ一度ね解いてみてください。それでは解説始めたいと思います。どうぞよろしくお願いします。これは連分数と呼ばれるもので、分子が1となるこのような分数のことを連分数と呼ぶんですけれども、小学生の間でもこれ入試問題としては結構出ていますので、ぜひね、ご紹介しておきたいと思います。さて計算できるところから計算していきましょう。この2たす5分の1ってまず計算できますよね。はい、なので書いていきたいと思います。はい、2たす5分の1はこれ5分の10ですから、5分の11分の1。はい、ちょっとこれ気持ち悪いですよね。5分の11分の1。そこで次どうするのかというと、分母と分子に同じ倍率をかけても、特に量的には変わらないんですよね。2分の1っていう分数があったとして、お互い2をかけて、4分の2にしたところで、まあ、約分したら2分の1に戻ってきますよね。だから、同じ分数かけられます。分子と分母にね。だから、この場合は、5分の5をかけましょう。分母分子に5をかけると、ここの分母、これが気持ち悪い原因なんですね。これを消してあげて、はい、次こうなります。はい。ここが消えて11だけが残る。分子に関しては 1×5 で5になります。はい、ということで今度はここを計算していきたいと思います。45たす11分の5。はい、2たす。これが11分1分の500になりますので、こうなります。はい、次に11倍、11倍してあげます。はい、すると、2たす500分の11と。はい、ということになります。さて、あとは、これを小数にしてあげましょう。これ11割る500でね、小数にすると、022と。はい、ということで 2.022 2022年ということでございます。はい、ということで答えは 2.022 というのが正解になります。ぜひねこれ練習のために逆もやってほしいんですよね。というのも、まあ、これをどうやって作ったのかっていう話です。はい、どうやって作ったのかというと、 2.022 は2たす1000分の22となります。でこれって2たす500分の11ですから、今連分数っていうのは分子を1にしたい、分子を1にしたいので、今度は11でお互い割ってあげましょう。11で割るとこうなる。で次に対分数にする。これが45と11分の5である。でさらにこれを1にしたいので、45たすこれどっちも5で割ればいいので、1で5分の11になる。でさらに2たす対分数にして、45たすこれが2と5分の1になって完成と。これ以上できなくなったら終わりと。はい、っていう風に問題を作ったわけでございます。はい、というわけで今日は以上になります。どうもありがとうございました。